間合同のオーディションプロジェクト、ニジプロジェクトによって誕生したニジュー。今回はニジューのブレイクまでの軌跡を紹介します。2020年の秋にデビューすることが予定されている9人組グローバルガールズグループだ。このグループが生まれたきっかけは、日本のソニーミュージックと 2PM や TWICE などを生んだ韓国の JYP エンターテインメントが合同で開催したニジプロジェクトというオーディションプロジェクト。プロデューサーはこれまでに数々のアーティストを育成したパク・ジニョンだ。メンバーそれぞれの色、個性が重なり、美しい光を放つ虹のような存在を発掘、育成するという思いを掲げ、虹プロジェクトと命名した。オーディションは2019年7月中旬にスタート。日本国内では札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄の8都市、そして海外ではハワイ、ロサンゼルスなどの10都市で開催された。応募者は1万人を超え、選考の様子がインターネット配信やテレビ番組で伝えられるうちに話題に。審査はパート1とパート2に分かれ、パート2の最終順位上位9名が NiziU のメンバーの座を勝ち取った。最終順位で1位に輝いたのは福岡県出身のマコ。 JYP エンターテインメント練習生出身でメンバーの中では最年長だ。東京合宿では飛び抜けたダンスとボーカルを披露し、総合評価でトップに。プロデューサーのパク・ジニョンからは、歌手になる準備ができているというお墨付きをもらっていた。さらに番組内のチームミッションは全てリーダーに選出。手料理を振る舞ったり、熱心に練習に取り組んだりと、仲間をうまく率いるリーダーシップ力を発揮した。そんな彼女を支えてくれたのは、応援してくれた家族の存在だ。ファイナルステージ前日には家族からの長文メッセージを受け取り、涙をこらえる場面も。マコがオーディションの中で一番辛かったこととして挙げるほどハードだったファイナルステージの準備は、家族の応援で乗り越えることができた。最終順位2位のリクは、京都出身でムードメーカーのような人物。空手と人の誕生日を覚えることが得意で、声の大きさはメンバーの中で一番大きいと自信を持っている。そんなリクは東京合宿でダンス面で厳しい評価を受けるも、徐々に成長を遂げていく。その一方で、次は今回よりももっとうまくやらないと、もっといい順位をもらいたいという焦りも感じていた。そんなプレッシャーからか、一時は10位まで順位を下げてしまった時期も。しかしファイナルステージ2回戦では、リクさんが最高でした、指摘するところが見つかりませんと称賛され、最終順位を2位まで上げるほどの巻き返しに成功した。最終順位3位のリマは、東京都出身で JYP エンターテインメントの元練習生。父親はヒップホップ MC で DJ としても活動しているジブラ。母親はモデルの中林美和だ。さらに日本語、英語、韓国語を使いこなすトライリンガルで、両親から受け継いだラップと美貌で注目されていたリマ。東京合宿ではボーカルレベルテストで、典型的な表現はしないでという指摘に苦戦していたが、韓国合宿の個人レベルテストで彼女の持つ自分らしさが評価された。そしてファイナルステージでは、完全にスターのように見えたと絶賛される場面も。今では NiziU のメインラッパーとして活動している。その他にも有名ダンススクールのトップクラス出身で、圧倒的なダンスの実力を発揮した最終順位4位のリオ。韓国の大手事務所の練習生出身で、肩、腰、関節を巧みに操る演技力で高評価を得た最終順位5位のマヤ。 TWICE のコンサート会場でスカウトされ、東京合宿ではダンス、歌、表情のうち欠点がない、全員の中で一番上手と称賛された最終順位6位のミーヒなど、様々な強みを持ったメンバーが選抜された。こうして2020年6月に9人組ガールズグループ NiziU が誕生。メンバーの当時の平均年齢は 16.8 歳で、2020年秋にデビューを控えている。東京と韓国での厳しい合宿を乗り越え、多くの人から活躍を期待されている NiziU。 彼女たちの勢いは今後もますます加速していきそうだ。このチャンネルではこのような漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録・高評価よろしくね。また他のアーティストのリクエストがあればコメント欄にお書きください。